どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルこと、本日はオキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。電気がない、石炭が13、もうほぼ使えないな。どうしようかな、これまずいな。どうしよう。あとここの熱いのってもしや、これさ、土が持ってきた土が熱くてそんな繊細なのかな、熱いのかなと思ったりもするんだよね。でもここが寒いってことは、多分この氷、溶けてる氷でそのうち冷えるからもう一回復活する。ちょっとね、ゲームセンスのセンスがね、本能が、前回実はこれ前回かな、熱くなってきてこれまずいんじゃないかと思って、何よりも多分ここの、まあこっち崩せば多分まだなんとかなるだろうけど、でもあんまりよろしくはないよねこの状況ね。結構食料って一番、何がなくても食料ってまずい気はする。あと多分このスーツの数も足りなくていけてない時もあるんだろうけど、まあいろいろ問題だらけだよね。とりあえず電気どうしようもないから、とりあえず漕ぐ人増やす。まあでも二酸化炭素のやつが一つしかないから、二酸化炭素何言ってんだ、電気か、電気が一つしかないから多分厳しいと思うんだよね。これ37は絶望的でしょ、23、いやー23が来るまで絶望的かな。とりあえずこれ掃除して、窮屈だけは回避して、わ、二酸化炭素がすごい勢いで減ってるな。大丈夫これなんならここで放置してるのが普通に一番出してたりしてね。まあいいや、どうしようかな。電気がね、微妙に動いてるんだねこれね。なるほどね、電気があったら本当はここを直した方がいいんだな。いやー一回使おうか迷う。でも石炭使ったところでって感じなんだよな。結局あと2回ぐらいしか使えないから、ちょっと限界まで我慢するしかないのかな。進めたいんだけどな、どうにかして。どうにもならないかな。難しそうだな。石炭があると思って安心してたけど、意外とサクッと暗黒期来てるような気がするな。あとここも熱いんだよね。これ何の熱？あー、ここの熱だ多分。まあ、こっちも暑いけど、ここの熱ってまあ防げてるか。ここか問題は。ここもっと区切ろうか。これまずいね多分普通に。こ
ここも閉じてもいいと思うんだよね。まあ、ここ閉じれないけど、こうして、こうか、ここがいらないか、ここいけないね。でもこうか、ここもいける、意外と。ああ、上からやってくれればいけるね。多分ここの熱を多分二重三重して塞がないと。これ大丈夫なの？なんか微妙に出てるけど、意外とまだ影響ない感じ。ああ、これもまずそうだな。熱そう、この熱も。これでだいぶ防げるんでしょ、多分。もう手遅れだと思うけど、多分ここの熱は。やらないよりはマシだと思うんだよな。一気に苦しくなってきたな。いやー、どうしよう。あと23だっけ、21か。暗黒到来か。まあ、かろうじてこれが動けばって感じだけど。いや、ちょっと入れる、一瞬入れる。5個入れると欲張りだから2個入れてみる、とりあえず。これでどれぐらい防げるかだよな。おお、なんか防げてる気はするよね。せめてせめて30度以下にはしておきたい。2つぐらいじゃ焼け石に水かな。3ついっとく。これが動かないとそもそも話にならないからな。あんまり入れた意味もなくなるし。13でしょ。1回でもう 0.6 も使うんだよね。これがちょっと動いてくれれば、量は足りてるから。電気が足りてないわけだよね、要はね。うん、やっぱ5個必要なのかな。どうなんだろう。これで、あー、動いてる動いてる。限界だね。建設負荷順番いけるよね、それ。いけない。とりあえず何が出るか。あー、キノコね、助かる。ほんと助かる、これ。ここ冷やす必要があるのか。多分ここの熱を封じちゃえば。まあでも通ってるこの水が熱いからさ、熱いっていうのもあるよな。
これ何パイプにしてるの？あー、噴射だからあれか。結局熱を出しながらあれしてるからまずいんだよね。まあでもやらないよりはマシか。えぐいな、これも。なかなかえぐいとこばっかりだな。日に日に事件が起こってる気はするんだよな、どっかで。まずいことが進みすぎてる気がする。まあこれで一応こっちが動いてるから多少なんとかなるけど、まあそれでも2000だからすぐなくなるね。一瞬だね。まあ4つは欲しいとこなんだな、ほんとな。どうしよう。鋼鉄？いや、ここに今800使ってる余裕はない、正直。窮屈が出ないかすごい心配。若干溜まってきたけど740じゃな。こうなるとさ、石炭をさもっとやってくんないとさ困るよね。まあかろうじて動いてはいるけど、ここどうなってるの。なんでレッドなのこれ。2000。あー、二酸化炭素が溜まりすぎてるんだ。溜まったら吸ってあげないといけないんだな。難しいな、このバランス。ここ手動でやらないとダメなのかな。なかなかのエグさだな。いやー、ここも冷やしとかないと危ないか。はい、本日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとなんとかギリギリ生き延びれるかなと思ったけど、23サイクルちょっと計算が甘いみたいで、またちょっとプチアンコピー入ってますが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。